学校の勉強は大丈夫なのか。ちょっと心配だけど、遅れた分の勉強は頑張って追いつくようにするよ。それとも、おじさんが勉強を教えてくれる？あいにくだが、俺も勉強は苦手な方でな。社会勉強だったらいくらでも教えてやるぞ。それ本当に役に立つのかな。